昼夜が移り変わる時こそわらわが動く。上に今は上部危険は犯す。私も上ヒアナ、ここの上部姫子少佐。承知した、パンチだ。危険は常に予期せぬところにある。ヴァルキューレシステム起動。重装ウサギ 19C オブノビット。重装ウサギ 19C オブノビット。重装ウサギ 19C オブノビット。ブローニャの意識は肉体。昼夜が移り変わる時こそわらわが動く。ウェンディ飛んでっちゃった。承知、パンチ。スーパーズッキン。お姉様が言っていました。協力しないと勝てないよ。ファイア、目標発見、発射。我らに任せよ。
任せよ。昼夜が移り変わる時こそ、わらわが動く。承知。行くわよ。命令様が言っていました。協力しないと勝てないと。ロザリア超完璧。
昼夜が移り変わる時こそわらわが動く。でも悪いニュースが。 S 級バルキリーが今回出動している S 級バルキリーはデュランダル。移動開始。戦いがいのある相手じゃ、どんな相手にも全力を出そう。ドザリア登場。昼夜が移り変わる時こそわらわが動く。学園長、そのネゲン気になる？もちろんですよ。デザイアジェムの中に律者、おそらく少佐の推測通りよ。雷、全て私の推測だけど、もし本当にメイだと。日の光が強い、影が濃く、忍びの歩みは気配。いただく。昼夜が移り変わる時こそわらわが動く。一人も残さぬ。勝負パンチ、勝負パンチ、戦う。ご登場ね。はっ、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 はっ
果がある。今日の公演大成功。昼夜が移り変わる時こそ、わらわが動く。桜の凛西リンネでは新しい旅が始まるよ。八重桜ちゃんと一緒に引き続き事件の真相を探っていこう。西リンネから冒険依頼が解放されるよ。八重神社を助けて記憶に介入した敵を駆逐できるよ。
昼夜が移り変わる時こそわらわが動く。移動開始。承知した艦長。移動開始。移動開始。承知した艦長。発射。ファイヤー。ファイヤー。えい。ファイヤー。ファイヤー。ファイヤー。射撃開始。承知した。作戦は常にいる。移動開始。昼夜が移り変わる時こそわらわが動く。さらにもう一つ悪いニュース。天命宇宙船そのはずよ。いやな、手を貸せ。ちょっとすればわかるよ。移動開始。
じゃ。任務開始。声よ大黒丸下道だ。はい、使命は果たしたぞ、艦長。昼夜が移り変わる時こそわらわが動く。どうして追いかけるレスキューバルキリー、あなたまた飛んでっちゃった。承知した。ロザリア、システム警告、第1級戦闘準備発射。任務開始。声よ大黒丸。昼夜が移り変わる時こそわらわが動く。移動開始。了解しました。いたずらっ子のご登場ね。
険は常に予期せぬところ。スーパーストライカが移り変わる時こそわらわが動く。どうですか彼女の本気。しかしあんなうるさい子もその言い方からすると移動開始ドボイドエクスプロージョン。了解しました。昼夜が移り変わる時こそわらわが動く。移動開始移動開始確認時間で大丈夫一人も残さない。承知。